やあ、アリスメアの世界にようこそ。刹那圭介です。では前回のパートからやっていきたいと思います。データロード、ここだ。前回よくわからんやつがおったんだった。この中には入ればあかん、あかん。ってことはこれ道分かれとんだろ。これ絶対こっちが、あ、分かれてない、入れんの、こっちとか入れん。こっちも入れん、入れん、入れん、入れん。こっち、じゃあこっちか。あれ、あ、行けた行けた。え、で、え、あ、これこう上に行くだけじゃダメだけど、これボタン押さんかったらいかんのだ。わかったわかった。ってことはもしかしたらこっちも同じ感じってわけじゃないんだ。結局まっすぐしか行けないよな。オッケー、じゃあ行きましょう。悪かったな、ちょっと出入りの確認しよったんや、待たせたな。誰だこいつは。あ、でもちょっと待って、他のところ調べてから。ちょっと待ってな、字がよく、字が汚くて読めない。俺もちょっと滑舌悪くて綺麗に読めない。墓がある。誰の墓、誰の墓とかは書いてない。これは、これも調べれん。先に言っちゃえ、かかってる。後ろからドン。はぁ、何この人、なんか頭についてますぜ。あれ、また来客ですか。あなたで6人目ですね。あれ、数が合いませんね。いえ、何でもありません。こんばんは、アリス。そしてようこそ。アリスじゃないです、アレンです。ちょっと違います、ちょっとか結構違うな。あーしか出ないもん。僕は白ウサギ、この世界の案内人です。え、マジですか。ああ、頭のやつ耳だったんじゃ。片方もげてる。ここは結構広いですから、必要であればお呼びくださいとは言いますが、基本僕はここから動きません。面倒ですし。案内人が面倒くさくて動かんってことあったらダメだと思うぞ。何口だけで説明しようとしようなら、百聞は一見にしかずって言葉知らんのかお前は。しかも今大変困ったことに、世界への扉の鍵をなくしてしまいました。案内人失格だろお前。誰雇ったん、誰が雇ったんこいつ。クビにしようぜ、クビに。てか鍵がない一件あかんかったのに、その鍵なくしてしまったん、何してんの。5つあるうち4つが今、4つもなくしすぎだろう。せめて1つしかなくさんかったとか、1つだけなくしたとか、そういうぐらいの方が。うん、まあ誰が持っていったかは想像、あ、持っていったん、あ、なくしたんちゃうん、そうなん。ならしょうがないか。先ほども申しましたが、僕はここから動きたくありません。動きたくありません。そこだけいやらしく言うてね。だからアリス、あなたに回収をお願いしたい。どうでしょう。あのですね、あなたのミスはあなたで償いなさい。だからダメ、嫌だと言ってもやらせますが、なんだそれ。結局やらせてくるんじゃないか。じゃあなんで聞いてきたんや。幸い一つの世界の鍵は手元にありますので、すでに入れるようにしてあります。あ、そうなんですか、あざっす。あいつのことですから、きっと世界のどこかにばらまいているでしょうし。そんな世界っていうでかいどっかのどこかにばらまいてる、しかも4つ、それを集めろってか、ドラゴンボール探すような感覚じゃない。くそ、これで4つ揃ってさ、願い叶えてくれんかったら俺泣く。回収ができたら僕のところへ持ってきてください。わかったよ、うん、他に聞きたいこと等ありましたら遠慮なくどうぞ。ただし初回だけです、何度も繰り返すのは好きじゃないですから。今面倒なやつだなという顔しましたね。そりゃするわ。そりゃするわお前、面倒なやつだなってするよお前。もうこの野郎、耳片方をもげとるやつ。まあいいでしょう、よろしくお願いしますね。あーもうくそ。ってことはこれ入れるんか。あ、入れる、やった。世界って言おうたな、どんな世界とかあるんかな。
え、なに、え、暗いままやなと思ってボタンを押しとったらメニュー開けて、え、どういうこと、え、暗い暗い、おっす、いやー元気してたか、私は絶好調だぜ。あ、お前かガキさね、俺じゃないぞ、鍵やな、ガキじゃないなよみたいな鍵やな、うん、本当だって、お前その手、その手の爪だったら鍵なくてもさ、鍵開けれそうな気がするもんな。まあ盗んだのは俺だが、別のやつに頼まれてやったんだよ。いや別のやつに頼まれても実行したのはお前だろ、だからお前が悪いんだろ、お前が集めてこいよっつっても全部俺の代わりに、俺ぼーっとして、俺もめんどくさいんです教えねえぞ、俺は嘘はつくが味方にはつかねえからな。どういうことですかそれは味方って俺味方だな、お前と味方関係になった覚えはないんですけどね。ってことは教えないってことは教えてくれるんですか、で教えてくださいよ、どこですかこの喋り方だったらめちゃくちゃアレンがキチガイキャラみたいになってしまったの、よくないね、よくない他に鍵を解く方法ないわけじゃないぞ。お前が母親の旧姓やペットの名前が言えるんならな。おっと、覚えてないんだっけ、へえへ。しかし私もあくまでも案内人だからな、ヒントぐらいはやるぜ。そいつは一つの世界に一つずつばらまいてったよ。ん？待てよ、仲間じゃないんだろ俺ら仲間じゃないんだろ俺ら、嘘ついたな、一つの世界に四つ固めておいたなこいつ。いや俺とは仲間関係でいいよような感じだったけん、多分それはあったんだろうな。オッケー、さあなんでだろうな、あいつと同じぐらいめんどくさいことするぜ。白ウサギのことだよ、名前を口にするだけでも猫肌が立つぜ。このフードの中もあいつにぐちゃぐちゃにされたからな、一度見てみるかい、奥様にはちょいとグロテスクだぜ。いや大丈夫ですよ、見た目はお子様、精神年齢は19歳ですから。おっとタイムアップだ、また今度な。いつタイム測ってたんだ。そんじゃ頑張れよ。よし頑張るわ、頑張るけどどうすればいいかな、扉めっちゃあるし、人の心の、ここ人の心覗くべからず、心は常に問いかけてくる。二度までなら許しをもらえるだろうが、三度目の心の問いに答えられる人は永遠の眠りにつくだろう。あ、そうな、怖いな、アリスの世界ってそんなに怖いもんだ。とりあえず一扉があるな、そうやな、俺どうしようかな、俺右利きやけんさ、左から行こうかあれあれお前、あれ、あ、アリス、おはよう、アリスじゃねえよお前、何をお前名前忘れとんなだお前先生の言い方からしてさ、だいぶ慣れてきたかなって言おうけんさ、多分1週間以上経ってるだろうが、俺が仲間に入ってさ、なのに何お前名前忘れとんなだ。あ、でも俺もお前の名前忘れたわ。なんで名前だったっけな、チェルシーだったっけあれチェルシーだったっけねえねえねえ、私今すごく退屈なの、一緒に遊びましょう、遊びましょう、遊びましょう。やだね、お前と関わっている日もないんです。つまんない。あー、結構早く諦めるタイプなんだ。もっと遊びましょうよって言うて、まだ選択肢が出てくるかと思ったら、そういう駆け引きなしか。わかったわかった、遊んであげる。へへへ、なになに、何しようか、クローゼット開けちゃう、お、開けてくれる、てか俺が開けるんかよ、俺が開けるんか、わかった開けますよ、よっしゃ。あれ、え、なにこれ、え、クローゼットの中のゲームを取り出してそれで遊ぼうぜって言おうったんちゃうん、え、なんここクローゼットの中になんか四次元空間でもあるんか、ちょっと待って、何これ、小さな木箱だ、うん、知らない植物だ、よく見ると中に何かある、それは取るでしょ、え
歯が固く絡まっていて素手で取れそうにない。なんかで燃やすとか切るなりしろってことだな。一旦セーブ。よし。お来たナイフ。じゃあこのナイフで切るんでしょう。ほらナイフで取ってみる。歯でナイフ、歯をナイフで切りながら取った。手帳の切れ端？誰かのなんか回答やつやな。回答やつやけん手帳なんやろうな。私のお家は森の奥にあります。動物もたくさんいるし、空気も美味しいわ。とてもいいところなの。家族はお母さん、お父さん、あともう一人。その子はいつも一緒にいる。いてくれる。おはようからおやすみなさいまで。これリックのことかな？でも一緒に鬼ごっことかして遊べないのはちょっと残念ね。どういうことだ？え？なんだ？誰か入ってくる？誰ですか？誰ですか？あれ？ガチャって音したけど誰かが入ってくる音かなと思ったら違うんじゃ。やってみて、食ってみて、ちょっと食ってみよう、ちょっと食ってみよう。即死のゲームなんかなこれ。即死のゲームじゃないことを祈ってく。もしかしたら IQ が285とかになるかもしれんで、まがまがしい色をしている。いやー、よう言うやん、綺麗な鼻にはトゲがあるって話あるやん。だからさ、なんつうかさ、栄養のあるキノコにはまがまがしい色があるっていう言葉があるかもしれんで、行く。あらダメでした。やっぱキノコは色で判断するもんなんかなセーブしとってよかったこと、この上なしです。外は薄暗い。よし、何割れてんだ、何割れてんだ、くそ、空っぽだ。本で、お、何これ。マザーゴース。ゴース？グース？ゴースじゃない？これ、ゴース、幽霊？ The Queen of Hearts。女王の心？ The Queen of Hearts、女王の心。She made some tarts。わからない。彼女は何々、いくつかの何、tarts って何だろう？いくつかの何々を作った。何々がわからんな。All on and summer's day。どういうことかな。すべての日のうち、夏の日だけってことかな。だったかな。そう読むがわからん。The knife。ナイフに見えたけど、内部だったけど、なんそれ。The stole the tempest。読めません。誰か翻訳してくれよっしゃ、次の部屋行こう。あれ、これ調べたっけ。空のコップか。オッケー。ベッドが2つある。リックとあの女の子はチェルシーだったか覚えてないけど、なんだろうか。ボロボロ。タンス、タンス、タンスだよ。中身足りない、メダルない、ねえない気違いなタンスが現れた。何こいつ。ドラクエだって一緒にして戦闘入っとる。話を聞く限り、なんか中身にメダルが入っとるんやけど、それが足りないよーって感じが。中身が足りなくて力が出ないよみたいな感じなんか、わからん。少し匂いがきつい。何を入れてんだ。熱い。美味しそうなキノコ。さっきのトラウマが蘇ります。美味しそうな匂い。なんか何かな。水ではないってあった。水ではないってなんだい。これはみんなへ。金のメダルを知りませんか。寝る前はポケットに入れてあった、入ってたんだけどな。見つけたらタンスの一番上の左側に入れておいてください。父より。なくしたんじゃ。そのメダルをここに入れろってことか。オッケー。鍵かかっとる。
え、ここで探索しなあかんの。なんだろう、調べ忘れとかないよ、いいんかな。なんかこういう英語で書かれたもんがあって、これを日本語にしてほしいっていう俺の心があって、ベッドの中に書く。これなんだろう、宝箱気になるんやけど、中身空っぽか。あれ、これ2回以上調べたらなんか香る的なもんあるんかな。難しいぞこれ。時間もいいし、ちょっといろいろ調べたらもうセーブして終わることにするけど。え、やった、ベッドの隅っこに何か落ちている、コイン。あ、メダル。あ、別にコインとメダル一緒やけんいいやん。早速入れとこ。お前持ってるメダル入れろ、元の場所入れろ。一番目だったと思う、左側。メダル元の場所、ありがとう、これあげる。手帳の切れ端、また。僕の母さんは本当の母さんではありません。本当の母さんは病気で亡くなったと聞きました。今の母さんはよくあの子に意地悪をします。だから僕がそれを引き受けます。辛いことは全部引き受けます。でも叩かれたりすると僕はあの子を守れません。リックとチェルシーだったかな、チェルシーだったか未だに分からんけど、双子かと思ったら双子どころか血のつながった兄弟でもなかったんだ。へえ、そうなんだ。じゃあとりあえずセーブ。はい、というわけで今回のパートはここまででいきましょう。ご視聴ありがとうございました。塩揚げ。